はい、どうも皆様、アーサーです。ポケットモンスターソードシールドやっていきます。よろしくお願いします。今回はですね、アップデートで追加された、新たなポケモンであるこちらのガラルの姿をしたヤドンの色違いを今から厳選していきたいなと思っております。で、使うヤドンはこちらですね。はい、性格ずぶといの AS0 ヤドンです。で、お相手のメタモンはこちら、海外産ですね。だから国際負荷になります。確率は512分の1ですね。光るお守り持ってるので。で、とりあえず AS0 を遺伝させたいので、まずこちらの赤い糸をメタモンの方に持たせて個体値を遺伝させやすくする。その後、変わらずの石をヤドンに持たせて性格を遺伝。ここで完璧ですね。あとは何回で出るか。512分の1なので、512以下で出てくれれば、もうそれで OK です。はい。それではやっていきましょう。これで100回目。うん。今のところ色違いは1匹も来てません。100回程度なんでね。うん。まだ来ないでしょ。これ200回目か。うん。いや、色違い来ないですね。やっぱり100回、200回程度じゃ。ロトムの時が確か400回くらいだっけな。そんくらい回せば出るのかな。財布かボックスの整理しなくちゃいけないからちょっとめんどくさいっすよね、これ。うん。あ、来た。はい、色違いの宿生まれてきました。マジか。253回でだぞ。これかなり運いいな。で、この通り、色違いの宿は、金色なんですよ。なんとゴージャス。で、ちゃんとね、ゴージャスボールにも入ってるので、バッチシですね、これ。あー、でも結構早い段階で来たな。かわいい。で、ちょっとまだ卵が残ってるので、一旦この今残ってる卵を全部孵化させましょう。うん。でも253回はかなり早い方っすよね。やっぱ国際孵化が一番いいな。ただ問題はエフェクトなんですよね。卵孵化だとエフェクトが星になりやすいので、確か四角になる確率が16分の1だっけな。かなり低いですよね。できれば四角になってほしいところではあるんですが、まず今残ってる卵を全部孵化させて、後で確認しよう。一応これで最後の卵ですね。うん。で、問題はこっからなんですよ。あ、まだ残ってた。これ最後か。はい、案の定色違いは来ません。でも一匹来たんでいいです、もう。うん。あとは、個体値の AS0 が遺伝してるのかどうかだね。いやー、頼む、遺伝してほしい、これ、AS0 は。どうなるかだな。頼む。いや、でも結構色違い違いますね。うん。金色だからな。AS0 遺伝してるか。マジ頼む、頼む、ほんと。嘘だろ。マジで AS どっちも遺伝してねえじゃん、これ。うわぁ。マジか。これはショックだなぁ。あれか、ヤドンの方じゃなくて、
メタモンの方の個体値を遺伝しちゃったが、これ多分。そうだね。攻撃かなり素早さ、まあまあ。あ、メタモンの方遺伝してるわ。海外産メタモンね、なかなかいい個体手に入んないからさ。まあ、色違い。来ただけマシなんじゃないかな。こいつね。めっちゃのそのそ動いてんな。え、でもかわいいね。このヤドンが DLC 買えばヤドランに進化してヤドキングにも進化するからね。動くの遅っ。とろいね。料理はあれか、料理って戦闘のポケモンと一緒に食べるんだっけ。まず入れ替えしなくちゃダメか。そうだ、入れ替えするのとついでにエフェクトを確認していきましょうか。星なのかな、四角かな、どっち。頼む頼む、ほんと四角がいい。頼む。おお、エフェクト合ってるわ。って、星かーい。星でした。やっぱ国際負荷でエフェクト四角にするのはかなり難易度が高いな。確率は低すぎる。でも16分の1だから、運が良ければ四角になるような。とカレー食わすか今から。自分カレー作ったこと多分数回くらいしかないんですよ。2、3回かな。だから作り方よくわかんないんだけど、ちょっとヤドンが食ってる姿見てみたいな。色違いのね、ガラルの姿をしたヤドン。木の実はこれもう適当でいいっすよね。これくらいでいいんじゃないかな。スタート。まず A ボタンを連打して、おお、終わった終わった。で次は混ぜんのか。なんか混ぜるの難しくないかこれ。意外とカレー作るの難しいなこれ。で、まあこれ真心込めてね、これタイミングよく押して、これいいんじゃないの。はい、完成で。戦闘のポケモンヤドンにしたが、これでヤドンと一緒に食うような巨大マックスカレーの出来上がり。あ、や、来た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 。こんな感じか。全身真っ黄色なんだね、ヤドン。あれ、普通のヤドンって真っ黄色じゃなかったよね。色違いの時。やっぱガラードの姿をすると、黄色くなるのか。おお、ちょっと反応が薄いな。ヤドンってこんな感じなのか。あ、なんか尻尾の部分はちょっとあれだね、黒ずんでるね。
ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。